皆様こんにちは。株式会社グッドスマイルカンパニーウェブ宣伝係上級参謀兼 IT メディアマーケティングスペシャルアドバイザー代理補佐兼匿名ハッピースマイルクリエイター、初めて見ずに行った気がするんだけど合ってました？ようやく覚えた青木瑠璃子です。本日も業務メールを見ていきたいと思います。2021年5月1日のグッスマ20周年に向けて様々な企画が始動していることをご存知でしょうか。今回はその企画の一つである特別なアイテムを企画部よりご紹介させてくださいということでね、20周年、これはめでたいことですから、やっぱいろいろ仕込まなきゃいけないということでいろいろあるらしいんですけども、今回は企画部の方にご紹介いただけるということで早速呼びたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。よいしょ。はい、グッドスマイルカンパニー企画部のチャンシューでございます。よろしくお願いします。お願いします。またお会いしましたね。またお会いしましたね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうだって何回目でしょうっていう感じですよね。そうですね、なんかもう数えるのも恐縮ですけれども、はい、うん、今回もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんかすごいのを持ってきていただいたんですけど。はい、そうですね、はい、アイテムを紹介する前にですね、はい、グッスマの20周年について簡単におさらいをしていきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。そうなんですよ、弊社なんと創立20周年を記念しておりまして、うん、はい、いろんな企画を進めているんですけれども、はい、弊社今でこそ、まあ、グッスマといえばフィギュアメーカーっていうイメージが、ね、ついていると思うんですけれども、もともとは何の会社だったか上級参謀知ってます？いや、知らないんですよね。ちょっと間がありました今ね。知ってるやつですね。グスマ TV を始める前にググりましたんで、はい、はい、知ってますけど、でも知らないんだよな。いいですか、今この瞬間は。じゃあ、はい、紹介させていただいてもよろしいですか。お願いします。はい、実はですね、弊社最初は芸能事務所でございました、うん、いい反応です。はい。当初はタレントだったマックスファクトリーの代表取締役マックス渡辺さん、マックスさんのマネジメントもしつつ、うんうん、そこからホビーの方に、はいはい、フィギュアの方にシフトしていったという流れがございます。知ってました？はなんとなくは知ってました。はい、結構ね、そのどういう会社の成り立ちだよっていうのは、あ、ですよね、うちもね、生放送でもちょいちょいこのネタ出してて、あ、そうなんですね、意外ともう知ってる方多かったりします、うんうん、はい、なるほど。でそこから、ネンドロイドですとかポップアップパレードですとか、はい、いろんなフィギュアシリーズたくさん商品化させていただきました、はい、でその中で、まあ、弊社にねとても関わりの深い切っても切れない商品というものがございまして、先ほど持ってまいりましたこちらの青セーバーですね、はい、こちらもその一つでございます。なるほど、はい、そんな関わりの深い商品も含めていろんな特別企画を20周年に合わせて進めておりますので紹介していければと思っております、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初はですね、7分の1スケールフィギュア、セイバー、約束された勝利の剣、エクスカリバーでございます、うんうん、はい、でこっちはもうかれこれもう10年以上前ですね、でリリースされた商品なんですけれども、うん、はい、まあ、未だに再販をするぐらいのかなりご要望をいただいておりまして大人気商品となっております。いや、だってポージングとかでも細かいところもすごいじゃないですか。いや、そうなんですよ、ね、今見返しても、うん、なんかこう同じものを一から作るのが本当に大変というか、はい、そうですよね、そのクオリティもしかりなんですけれども、はい、まさに今ポージングって言ってくれたようにその構図とか含めて本当に素晴らしい出来になっております、うん、はい、なんか本当にセイバーといえばみたいな感じがですね。そういうイメージがついているかなと思います、うん、はい、で、ですね、こちらの商品なんですけれど、はい、今この20周年に合わせて、グッドスマイルネクストプロジェクトっていうものが動いておりまして、いつか落ちると今日は打ち合わせの時から言われていたが、もう予感がしていたけれども、これはどうするんですか。それはチャン君がグスマを支えてくれますので、僕がグスマを支える、はい、仕事多いですね。男としては、もうちょっと下です、ちゃんさん。もうちょっと下、はい、もうちょっと私寄りです。はいはい、そんぐらいです。どうですか、僕支えられてます？いいです。弊社支えられてますか？はい、ちょっと偏ってます、ちょっと斜めだけども、はい、まあいいでしょう。傾いてるって縁起でもない。もっとちゃんの方が下ですね。僕の方が下、ね、よろしいですか、水平取れてます、まだですね、
まだスイッチ。もうちょっとですね。もうちょっと。もうちょい。もうちょい。あった、あった。もうまあ。そんぐらいかな。これですか。はい。ですね、このまま僕支えたまま続けてよろしいんでしょうか。多分ギュッとして、もう一回なんか、はい、念を込めておいていただいたら。よし、うちの会社絶対に傾くなよ。頼むぞ。そうですね、平瀬くんなら。俺が支える。よし、オッケー。手にかかってます今。よし、よし、オッケーです。じゃあ気を取り直していきましょう。はい、仕事が多いな。ね、どこまで行きましたっけ。そうですね、NEXT 20周年ということで、うん、グッドスマイル NEXT 企画というものを現在進行中でございます。はい、はい、その中で未だに色褪せない商品をリメイク、はい、いやリビルドしていこうという企画がありまして、今回はこのセイバーを、はい、リビルドした試作アイテムをご用意いたしましたので、はい、紹介していきたいと思っております。はい、はい、ちなみにリビルドって初めて聞きました。そうですね、ちょっと改めて紹介させていただきますと、はい、リビルドとは、再構成、うん、再構築という意味がありまして、元あったアイテムを改めて見直すという意味があります。なのでただでさえこの完成度の高い、そうですね、このアイテムを何を見直すんだ、何を見直すのかということで、はい、今回は、ちょっと早速ですね、試作品を用意していきたいと思います。お願いします。はい、ちょっと一旦履けまして、なんだろうな、もうポージングも質感も完璧なんじゃないかって思いますが、起きた、はい、取り出したるこちらのアイテム、うん、ご紹介いたしましょう。はい、はい、1作目は、7分の1スケールフィギュア、セイバー約束された勝利の剣エクスカリバー、うん、リアルメタルバージョンです。リアルメタルバージョンってことは、リアルメタルバージョン、やっぱメタル部分なのかなっていうのが名前的には一発目で入ってきますけど、そうですね、はい、パッて今も持ってきていただいて、うん、はい、一目で分かりました。お、よかった。あのこの甲冑部分っていうか、はい、メタル部分がちょっと なんだろう、ちょっと薄、なんか使用感がある。使用感、はい、汚れてるものじゃないですか、うん、普通鎧って。そういうことですね、なるほどなるほど。そうですね、あのよりちょっとリアルに寄せた現実味のある風合いが出ているかと思います、うん、そう、このいわゆる甲冑に当たる部分を今回リビルドいたしました、うん、はい、はい、で今回のテーマはリビルドのテーマがございまして、はいはい、題して素材の見直しでございます。お、素材の見直し、はい、あのフィギュアって一般的に素材は PVC とか ABS って呼ばれる樹脂なんですね、はいはい、であのここにある僕の手前にあるこのセイバーも甲冑も含めて全部樹脂で作られています、うん、おで、じゃあその塗りだけ、うん、そうですね、塗りだけでこの金属感を再現するんです、すごいですよ。それもそれですごくないですか。そう、はい、一番だってなんかその金属部分気合入ってるなって思ったんですよ、はい、見た時なので、うん、一見するとね、実はそんなに大きくね、そう差はないんですけれど、うん、あのぜひともね、上級さんもちょっと軽く持ち上げてみてください、はい、ゆっくりやれば大丈夫です、はい、その感じと、はい、じゃその上でこっち持ってみてください、はい、どうです、ん、重い、そう重いんです、あ、はい、どうですか、こっちの方が重いです確かに、はい、あの、うん、見た目だけじゃなくてこう持った時の質感っていうのがよりちょっと違うと思うんですけれど、うん、ちょっと金属を持ったことによるその重量感っていうのも魅力として内包してたりします。あ、そのなんかリアルな感じはそこから来てたんですね。そうですね、確かにこっちの方が甲冑がつるんとしてる。そう、金属にする上で塗装だけじゃなくて 3D プリンターですとか、はい、あとは板金とか、うんうん、旋盤とか、あ、放電加工とか、はい、そういったですね、金属を加工する技術を甲冑に取り入れております。なるほど、このコテっていうか、この、うん、なんていうんですか、手の部分が一番分かりやすいかもしれないです ね、 ですね、比べて隣で置いてみると、はい、もしかしたらこんな一番分かりやすいかもしれない、うん、これ実は持ってるそのコテだけじゃなくて、うん、エクスカリバー自体も金属製になってたりします。触っていいですか。あ、大丈夫ですよ。あ、ちょっとひんやりするでしょう、うん、そうです ねテンション上がります。いや、それ大事、それすごく大事です。そうなんですよ、このなんか段々になってるところとか、はい、フラーだと、はい、こう一枚岩みたいな感じで、うん、まあ、もちろんそのね、重なってるっていうのは分かるんですけど、はい、こっちだと、あ、カチャカチャ言うし、 そこね、あえて全部別パーツにして動くようにしてるんですね、うん、ここがすごい、なんか本物感がある。そう、本物感、あ、いいですね、いい言葉ですね。だってこのビスみたいな止まってるところ
ね、そこいいですよね。ここいいっすね。 そこロマンなんですよ。なんか別になくてもこれできちゃうんだけど、ちゃんと止めてるんですよ、それで。だから多分そうなんだ。リベットの感じがたまらないですね。全然違います、比べると。ありがとうございます。うん、これはね、本当に実際に目で見て手に取ってみないとその違いがわからないんですけども、そうですね、逆に手に取っていただけると、あ、こんなに満足度が違うんだと、いうふうに思っていただける試作品になっております。すごい、これは、はい、どうですか、これ欲しいですか。いや、欲しいですよ。めっちゃかっこいいですもん。わー、嬉しい。でもね、うん、これまだね、先日も、ワンホビ、はい、イベントで展示させていただいたんですけど、うん、まだこれ試作段階で、はい、正式な商品化は決まっておりません。あ、うん、なので、でもよりもっと改良が加わる可能性とかもある。そう、全然ありますね。もっと例えば今回は金属だけですけど、はいはい、例えば青いお衣装のところを実際布にしてみたらどうかとか。確かに、はい、あとはなんか塗装技術とか、うん、あと使ってる PVC を別の素材に置き換えたらどうなのかっていうところを、うん、まあ、いろいろちょっと試行錯誤するのが今回の企画の面白いところだと思うので、うん、はい、ぜひともこの番組ご覧いただいた皆さんにはいろいろとコメントをですね、寄せていただきたいですね。あ、そうですね、はい、せっかく買えますしね、うん、買えるとこ多い方がですね、ね、楽しいですもんね、はい、なんで皆さんでちょっとこの商品を完成させていただけるような感じになれば嬉しいなと思います、うん、はい、はい、ということで最初のリビルドは、うん、こちらの7分の1スケールフィギュアセイバー、約束された勝利の剣エクスカリバーのリアルメタルバージョンでございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだあります、今回もう一つあります、はい、もう一つある。ということでこの子たちは一旦退場してもらいましょう。 ありがとうございました。ありがとうございました。もうすごいのが向こうに見えてんだよな。あれが来る、あれが来る、あれが来る前にまずこれが来ると、はい、はい、ではでは続きましては、はい、こちらです。はい、じゃあ2作品目は、はい、7分の1スケールフィギュアセイバーリリー、すべて陶器理想郷、うん、アバロンでございます。はい、これもですね、もう10年以上前の商品なんですけど、はい、未だにね、先ほどお見せしたあの青セイバーと比べても、はい、もう一切見劣りしない完成度になっております。うん、今回この子をリビルドすることになりましたので、うん、早速よろしいですか、出してもお願いします。わかりました、じゃあちょっと準備しますね。私はね、もうあれを見ないことはできないっていう感じでじゃあちょっとずっと見てたんだけど、はいはい、お時間ください、いきます、よいしょ、でかい。はい、こちらです。どうですか、この大きさ。ちょっと手が入ってますが、とても大きい、とても大きい。これとだって比べると、フィギュアって小さくてもその子が存在するなって思いますけど、こんぐらいになると本当になんか人そうですね、より一層実在感が半端なくなってきますね。うん、ありますね。うん、はい、こちら4分の1スケール4分の1セイバーリリー、うん、全て陶器理想郷アバロン、うん、ヒュージスケールバージョンでございます。ヒュージですよ、これは。でかい、これはね、ラージじゃない、これはね、ヒュージです、巨大ですよ。今回のリビルドのテーマはスケールの見直しでございます。はい、うん、弊社スケールフィギュア定番としては7分の1スケールとか8分の1スケールが定番なんですけれども、うん、じゃあそのフィギュアをもっと大きくしたらどうなるかっていう、うん、結構ね、直球的な企画でございまして、今まであるんですか、このぐらいのサイズ感で作ったことですね。他社さんの商品だとあります。弊社ではね、これぐらいの大きさのフィギュアはそうそうないです。うん、あ、そうでしょうね、はい、なかなかね、そうですね、はい、まず工程としては一番最初に出してきました7分の1スケールをブルースキャニング、うん、しました。はいはいはい、3D モデリング化して、そこから4分の1スケールにする上で、うん、ちょっとね、細かなところをもう一度こうちょっと見直す必要がありまして。そうですよね、大きくするってことは、うん、細かい部分もね、大きくした時にアラが出ちゃうっていうか。大正解です、ね、そういうことですよね。はい、これはね、もうなんかさっきのリアルメタルバージョンもそうなんですけど、はい、より一層こうやっぱ見た時のインパクトがすごいですよね。うん、そうですね、この子を中心に、うん、周りのフィギュアの子とかどういう風に飾ろうかとかも考えられると。確かに、お家のフィギュアの飾り方をですね、確かにちょっといろいろ模索してみてください。もう一回見直さないといけなくなる感じはありますけど、はい、 でもこのぐらいのサイズ感になると、はい、やっぱ大変だったんじゃないですか。大変でした。もちろんその出力した後の磨きですとか、うん、はい、
あとはその塗装とかですね、うんうんうん、あの今上級参謀言ってくれたように、はい、やっぱそのまま大きくしただけだとすごく大味になってしまうんですね。なので、ちょっと塗装の工程とかも7分の1スケールの時よりもより緻密に、うん、逆に今までなかったところをイマジネーション働かせて追加するっていう作業をしなきゃいけなかったので、下手したら元のイラストにはないことも踏まえてやらなきゃいけないんですよ。あ、なるほど。っていう実は課題も見えてきていて、うんうんうん、だからこのまま商品化するっていうのはおそらく難しいんですね。まだちょっと、はい、もっとね、ブラッシュアップを加える。正解です。でもすごい欲を言うと、うん、この辺透明じゃないですか、はい、でなんかそのふわふわ感みたいな、あーなるほどね、なんて言うんでしょう、軽やかな感じ、レースだったりとか、そうスケール感じがこの、うんうんうん、このスケール感よりも、はい、このぐらい大きくなると、うん、なんか難しいですよねきっと。もうちょっと薄くできたらより嬉しいなみたいな。確かにリアルだなみたいな、ね、これもですねまだ商品化決定しておりません。参考出展したものなので試作品でございます、はい、なのでぜひともですね皆さんのご意見ご要望をどしどしお寄せいただけると幸いでございます、うん、でも本当にあたなんか新しい試みって感じがしますね。ですね、弊社今までも、皆さんのいろいろご意見ご要望を受けて商品化させていただいてまいりましたが、はい、20周年以降もですね、うん、ぜひともこういうあの新しい試み含めて皆さんのご要望をどしどしお寄せいただいて、はい、あの頑張っていきたいと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。5月ですもんね。そうですね、20周年タイミングはね、あっという間ですね。確かに、うん、きっとすぐですよ。本当ですよ。でもね多分そのタイミングでこの子たちだけじゃなくて、はい、もっと他の新しい商品とかフィギュアたくさん出てくると思うので、ぜひとも皆さんご期待くださいませ、うん、はい、5月はグッスマをよく見ておきます、うん、いつも以上に、はい、注力、うん、注意してください。あ、はい、じゃあ今日はチャンさんありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。また何かあったら来てください。そうですね、またもしかしたら、はい、来てしまうかもしれない。来てしまう。まあそうね、サイドウェイに行きたいんだもんね、うんうんうん、僕はサイド P が好きですよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。わー。